早速やってみたんだけど、ビズめっちゃ楽しいね。もう演出半端なくない？最初のオープニングであそこで泣いた、完璧でしょあれ。あの完璧なるエフェクト半端ねえわ。マジで泣いたわ。もう中学生の頃の自分に持ってって見せてやりたい。感動と興奮で絶対死ぬけど見せてやりたいね。すごいな、もう携帯ゲームじゃないでしょ。さすがスマホ進化してるね。あとはね、キャラがめっちゃ可愛い。ウィズ完璧なる美女だね。めちゃめちゃ可愛いね、ウィズ。師匠。半端ないでしょ、こんな可愛い師匠。あとね、精霊。精霊のキャラクターデザインもめちゃめちゃ可愛くて、もう最高。もうキャラが可愛いって時点で最高なんだけれども、問題も楽しいね。俺まだ最初しかやってないからさ、問題簡単すぎてちょっと物足んないんだけれども、これからどんどん難しくなるんだよね。あのね、最初のドラゴン倒してさ、ウィズが、黒猫になっちゃうとこまでしかやってないんだよね。だから問題が簡単すぎるんだよ。すげえ。だからどんどん難しくなってってほしいね。で、今回ね、箱で買ったんだけど、ラインナップあった。ラインナップ。やばくない？前回ゲットしたカードにはね、もうチェックつけてんだけど、これスーパーレアだったわ。箱あった。まさかのスーパーレア。で、ウィズがね、一番欲しいウィズがいないから、多分ね、シークレット。ウィズでしょ。黒猫バージョンとさ、人間バージョンのウィズじゃない。いやー楽しみだね。じゃあ早速今回も開けて見ていこうぜ。スイート、おー、リチの魔導士ルシェ。こいつまだ見てないな。すげえ、デザインいいね、やっぱね。おお、最大 SP599、 最大攻撃613、素晴らしいね。おお、これサーシャ楽しみだな。サーシャ頼むぜ。サーシャは来てくれ。あとウィズ、おっとおっと、おお、なんじゃこりゃ、すげえ、メーデル・テイラー。こいつをまだ見たことない。壮麗なる祈祷師メーデル・テイラーだって。すごいねこれ、デザイン見て、デザインめっちゃ可愛いじゃん。 S だ、 S。 おお、すげえ、やべえ、すげえ、めっちゃデザインいいわこれ。めっちゃ気に入った、半端ない。今回調子いいね。これでウィズが、あら、ウィズ絶対ウィズでしょ。スポリー。おっと、すげえ、なんかめちゃめちゃ可愛いカード来た。うおー、すごいねこれ。余裕で美女カードコレクションでしょ。すげえし。すげえ。なんじゃこれ、しずく&かぐや。超可愛いじゃねえか。あとはウィズ。頼むぜ、ウィズ。なんかさ、ウィズさん猫になった後触ったらさ、泣くじゃん。ポンポン触ったら泣くじゃん。すげえ可愛くない？ウィズ。猫になってからも可愛いっつう、この奇跡ミラコ。さすがウィズ。おお、ロシェだ。前回ゲットした青い方のロシェと、今回ゲットした赤いロシェ。おお、可愛いっすな。ロシェもいいね、ロシェ。やべえ、ラストは。やばいんじゃないこれ。頼む、ウィズよ。これやばくない？なんか輝き。おお、ちょっと待ってくれよ。絶対これ、猫の方でも嬉しい。すげえ、何この輝き、これダメなやつでしょ。黒猫バージョンのウィズ、猫ウィズ、わお、めちゃめちゃ可愛いじゃねえか。雑魚いけど可愛い。え、これシークレットレアだよね、普通に。おい、来たぞ、おい、来たぞ、シークレットないでしょ、猫ウィズ。絶対ねえよな。あ、これ完璧なるシークレットレアだ。あざっす。やばい、今回やばくない？波に乗ったわ。いや、できればね、欲を言うと、人間バージョンの、まあね、人間バージョンのウィズが良かったんだけれども、猫でも OK でしょう。超可愛い。やっどうせ、つかクオリティやばいよこれ、カードのクオリティやっべえわ。もう美女祭り来たわ。半端ないね、わーお。まあナンバーワンはウィズだけど、ほらセイト、これかっこいいね、セイト。あとソイト、そしてセイトセイヤと、やっ、今回も波に乗ったつが被りないわ、今んとこ。まあまだ序盤だからね、被んないでしょ。じゃあチェッキングして終わろうか。チェッキングして、いやー今回マジ波に乗ったね、半端なかったわ。つうかカードデザインやばい、
プラスチックカード半端ねえ。めちゃ気に入った。これ絶対全紙コンプするわ。40種ちょっと多いけど絶対コンプする。もうねシークレットレアカード来たし、もう絶対次回出るでしょウィズ。いやウィズの人間バース欲しいな本気で。やったぜこれ本気いい。このカードシリーズ半端ねえ。ウィズも楽しいしね、これすげえ楽しいし、もう最高でしょこれ。言うことないっしょ。よし、じゃあ次回こそはねこのウィズのさ人間バージョンを狙って、まあ違うかもしんないけど多分ね人間バージョンだと思うから、人間バージョンのウィズを狙って開封しようぜ。じゃあ最後はザンと猫ウィズバイバイでしょ。いやめっちゃ可愛い、このガチクソ鬼クソメタクソ可愛い半端ない猫、猫ウィズ触ると泣くのが可愛いよね、にゃーにゃー。やべえわウィズ最高。